はい、こんにちは、レトスのおのです。本日は、宅建試験の合格発表日ですね。で、調べ方なんですけども、宅建試験合格発表って入れていただくと、こちらですね、一般財団法人不動産適正取引推進機構、こちらですね、これクリックしていただくと、まあ、この画面出てくると思います。で、下行くとですね、ここですね。 合格発表というこの部分です。これポチッと押していただくと、まあ今はですね、ちょっと夜中なので発表されていないんですけれども、9時半になりますと合格者が分かるようになりますので、まあこちらからご確認いただければと思います。そして11月23日まで個別指導の割安キャンペーンを実施しております。あと2日で値上げとなりますので、来年こそは絶対合格したいという方はぜひこの機会にご検討いただければと思います。 理解学習がができれば来年合格すす。す。る確率はぐんと上りりままあなたの事項をおお待ちしております個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますのでそちらからご確認くださいそれでは本日の3問に入っていきます時効の問題です10年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有した者はその所有権を取得する かという問題ですえ考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいでまず平穏かつ公然にとえこれどういうことかっていうと、まあ、平穏っていうのは、まあ、暴力によらずっていうイメージですね暴力によってその土地とかえ建物とかを、えーまあ、占有しているっていうのかな使っているとかじゃなくってもう自分のもんだと思い込んで暴力とかにもよらずに占有していると で、さらに公然にということなので別に隠してもいないと。もう公な感じでえ、隠さずに人のものだけども自分のものだと思い込んじゃって使っている、占有していると。えそういった場合、えー、所有権を取得する丸か罰かという問題です。で、答えは罰なんですね。これなぜかというと、ルールは2つあるんですよ。1つ目のルールっていうのは、占有者が 占有を開始した時点で、善意無過失の場合、つまり他人のもんだと全く過失なく知らない場合、この場合は10年経過することで、時効を援用して所有権取得できるんですね。時効を援用するってどういうことかっていうと、10年経過したから、もうこれ自分のもんですよっていうふうにまあ主張すると、権利を主張する。まあ、これが時効援用するということなんですね。で、もう一つのルールっていうのは、悪意もしくは有過失だった場合、 つまり、占有者っていうのが、他人のもんだと分かっていて占有していた。もしくは、他人のもんって分からなかったけども、それ落ち度あるよねと、知らなかったとしても、それは落ち度がある。過失がある。そういった場合っていうのは、20年経過しないと、所有権を取得できないんですね。つまり、一概に10年間、所有の意思を持って占有したと。したとしても、所有権を取得できるとは限らないということなんです。 この青文字の悪意もしくは有価質だった場合は、10年経過したとしても、これ、えー、自己取得できませんので。だから答えは誤りだというふうになります。で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんで、よろしくお願いいたします。で、問い2です。A が宅地建物取引業を営もうとする場合において、A が信託会社であるときは免許を受ける必要があるが、 A が信託業務を経営する銀行であるときは免許を受ける必要はない。丸かツかという問題です。え答えはツですね。前半部分ですね。A が信託会社であるときは免許を受ける必要がある。これが誤りです。信託会社であったとしても、信託業務を経営する銀行であったとしても、どっちも免許を受ける必要はありません。これらの会社とか銀行、まあ、金融機関ですよね。 っていうのは、国土交通大臣に届け出をすれば、国土交通大臣免許を受けたものとみなされるんですね。だから免許を受ける必要はないということです。届け出だけでいいんですよ、ということです。イメージとしては、〇〇信託銀行というような名称を使っている金融機関多いですね。通常の銀行ではないんですよ。ちょっと郊外に行っちゃうと、この信託銀行ってないんですけれども、大きな駅前とかにはですね、信託銀行あったりしますので。 近くに行ったときは、まあ、ぜひ確認していただければと思います。で、免許が不要なもの、これは誰でしょうか。国とか地方公共団体、独立行政法人都市再生機構とか、えー、住宅供給公社とか、あと信託銀行、信託業務を経営する銀行。まあ、これは3種類はもうまとめて覚えた方がいいです。 まあこれも効率的な勉強法の一つなんですよね。もうまとめて覚える。まあ今回の問題は3番の内容なんですけども、これだけ覚えるんじゃなくて、もう全部ですね、一緒に覚えちゃう。まあ覚えようと思っても覚えられないんですけれども、何回も復習することによって、これまとまって覚えられるようになってくるんですね。もう3回、4回、5回って復習すると覚えてきます。なのでもうまとめて、 何回も勉強するということが重要なんですよね。もう一個一個バラバラにこれ覚えちゃっていたら、もう試験前にどっちだったっけってなっちゃうんですよ。だからまとめて覚えちゃうということですね。覚える意識を持って勉強するということですね。で、メルマガでは無料なので、もうたまにしか効率的な勉強法、えー、具体的にお伝えはやっぱできないんですね。そうなってくるとやはり不十分なんですよ。 なので、もう次こそ絶対合格したいという方は、個別指導でご検討いただければと思います。個別指導では効率的な勉強法をどんどん,どんどんお伝えしますし、こういったところは一緒にこうやって覚えましょうとか、対比して覚えましょうとか、答えはこうやって導くんですよとか、まあ、そういったところまでもうお伝えしておりますので、絶対合格したいという方は、個別指導で学んでいただければと思います。で3番ですね、防火地域内、または準防火地域内にある建物で、外壁が 耐火構造によるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる丸かツかという問題です。え答えは丸ですね。え防火地域内とか準防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造のもの、つまりまあ燃えにくい構造なんですよね。外壁が。そうなっている場合は、その壁について隣地境界線、つまり隣の土地とのこの境界線に接して、つまりギリギリまで近づけることができるんだとまあ、いうことなんですね。 で、ここでちょっと思い出してほしいルールがあって、それは民法なんですよ。民法では、え建物っていうのは、隣地境界線より50センチ以上の距離を置いて建てなければならないんですよね。これ矛盾してますよね。民法では50センチ離せって言ってるのに、建築基準法では境界線ギリギリに接して儲けていいんですよ、と言ってるわけですよ。で、これどうなのと。 これどっちが適用されるのというと、これは建築基準法が適用されます。で民法っていうのは、一般的なルールであって、個別具体的なルールっていうのは、建築基準法で定めてるんですね。だから、個別具体的なこっちを優先するんですよ。だから、今回の場合で言ったら、境界線ぎりぎりに接して、設けることは可能だということになります。まあ、このようにつなげて考えることができれば、あそういうことなのかってなりますよね。で、この感覚が脳を刺激して、頭に入っていくんですよ。 でこの感覚をぜひですね個別指導で多くのポイントで体験していただきたいんですねえそうすれば実力が上がるのも当然なんですよなんでこのように理解をしながら勉強したいという方はぜひ個別指導をご検討くださいえ個別指導についてはこの動画の下の概要欄ですねこの下の概要欄に URL 貼っておきますのでご確認いただければと思いますで今回お伝えをした解説は無料解説になります宅剣合格に必要な関連ポイント理由付け 具体例。こういった理解学習については、無料解説ではなくて、個別指導で解説させていただけます。もしあなたが達見合格を目指しているというのであれば、私はあなたと勉強がしたいです。個別指導がどういったものなのか、これについては、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご覧くださいで。勉強の仕方だったりとか、勉強時間の作り方、これについてお悩みを抱えているというのであれば、お気軽に私に直接メールしていただければと思います。 私のメールアドレスについては、この動画の下の概要欄に合わせて記載しておきますので、メールしていただければと思います。私に直接届きますので、ご安心いただければと思います。次の試験であなたに合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。宅見合格目指して一緒に頑張っていきましょう。